こんにちは、福島ダイアリーの望月です。今日のニュースはですね、2つです。まあどっちもかなり、僕的には衝撃的でした。医者がですね、福島県からだいぶ去っていて、まあ避難とは言いません、去っていて、一部でかなりの、医者不足に陥っているという情報はもう前からあるんですけれども、それに加えてですね、看護師さんたちが福島県から出て行って、深刻な看護師不足になっていると。で、求人倍率は 4.41 倍にもなっているというニュースです。福島事故の影響で、これは毎日新聞が発表しているんですけども、福島事故の影響で、福島県内の看護師や保健師の不足が深刻化していると。福島県看護協会によると、8月末現在の求人倍率は事故前を大きく上回る 4.41 倍になっていたということです。で、避難者の健康調査にも支障をきたす恐れがあると。でですね、1日に始まった18歳以下の医療費無料化でも、受診者増が見込まれるんですが、医療現場の人手不足が復興の妨げになるんではないかと。危機感を抱いているらしいです。で、今 4.41 倍なんですけども、その前どうだったのかというとですね、2月末、去年の2月末、事故直前の段階で 1.69 倍だったらしいです。1.69 倍から 4.41 倍に跳ね上がったということですね。これでですね、ちょっと驚きだったのが、毎日新聞が、もうこういうことを言うようになってきたんだなと思ったんですが、これがですね、一番大きな原因が、最大の原因が、不足の最大の理由、こう書いてます。不足の最大の理由は、子供がいる看護師らが放射能の影響を懸念して、県内外に避難したためだと。不足の最大の理由は、子供がいる看護師らが放射能の影響を懸念して、県内外に避難したためだと。まるでですね、放射能の心配をするのが、バカだからだと、知識がないからだというようなことを言う人はいますね。まあだからこういう看護師さんたちは、知識がないんでしょうね、そういうね。放射能に関する知識があまりないから、子供が心配だという妄想に取りつかれて、福島県から出て行ってしまうんでしょうね、こういう人たちは。ですね、震災前の3月1日、2011年の県内病院の看護師、保健師らは1万4556人だったのが、今年3月1日の段階で1万4089人らしいです。で、これもですね、もう半年前の数字ですから、今現在どれぐらいになっているのかはちょっとわからないですね。ということが一つです。ニュース一つでした。で、二つ目がですね、もう特に衝撃的だったんですけども、確か8月だったと思いますけども、東電が、テレビ会議の、記録を PP4 だらけなんですけども、一部公表したということなんですが、PP4 だらけ、あと、目隠しだらけで、よくわからないということで、多分苦情が相当来たんでしょう。10月5日、昨日ですね、追加のビデオの分を5時間48分分、東電が発表しました。この中でですね、報道ステーションが特に取り上げたんですけども、一つもうね、やっぱり、原発は夢の技術だなと思わせる部分、箇所が、一つ発表というか、公になりました。これはですね、3号機が爆発したのが3月14日なんですけれども、その前の日に、行われた会話です。東電の本社とオフサイトセンターと、あと、福島原子力発電所の間で交わされたところなんですけども、全電源喪失ということで、車のバッテリーをつなぎ合わせないと、弁が開かないということになっていたんですが、お金がなくて買えませんでしたと。で、
ホームセンターに行ったんだけど、もう避難命令出てるから、閉まってましたと。で、東電は、ヘリコプターに人を乗せて、その人に、お金を持たせて行ったんだけど、店が閉まってるから、買えませんでしたと。いうことです。で、です。まあ、記事を僕の記事を見ていただければ、もう、まあいいんですけども、一応ですね、まあここでちょっと、おさらいしておきたいと思います。資材班ですね、福島原発。資材班、現金が不足しております。申し訳ありませんが、現金をお持ちの方、貸していただけないでしょうか。よろしくお願いします。小森常務、本店の小森常務。今日ヘリコプターで飛ぶ人いるかな？ヘリコプターで飛ぶ人誰ですか？役割は現金。で、報道ステーションのナレーターがこう入るらしいです。2号機と3号機に迫るメルトダウンの危機。原子炉冷却のためには車のバッテリーをつないで弁を動かすしかなかった。しかし命綱のバッテリーを買う現金すらなかった。ようやく10時間後。本店から相当多額のお金を持って、お金はあるでしょうね、いっぱいね。相当多額のお金を持って、福島のオフサイトセンターに一人向かわせています。オフサイトセンターに現金がある状態が今晩ぐらいから生まれるので、ご活用ください。お願いします。で、吉田所長です。はい、それは借用書を書けば貸してくれるということですね。本店、信用貸し取りいたしましょう。吉田所長、はい、わかりました。ありがとうございます。で、ナレーションが入ります。ところが福島第一原発から20キロ圏内にはすでに避難指示が出ていた。近くに空いている店はなかった。そして、第一原発資材部、私どもも地元でバッテリーを調達しようというふうには努力しているんですが、なんせいわき市に行くまで6時間くらい、どうもかかっているようなので、ぜひ本店さんにもご協力いただきたく。そこで、オフサイトセンターですね。今日、うちの方でいわき方面にバッテリーを買いに行ったんですけれども、どこでも買えませんでした。で、福島原発、資材部。明日また買い出しに行きますので、ホームセンターなどで手に入るようなもので、何か希望のものがあれば、リストを持って口頭で構いませんから、資材班の方までお越しください。買い物メモですよ。ホームセンター。明日また買い出しに行きますので、ホームセンターなどで手に入るようなもので、何か希望のものがあれば、リストを持って、口頭で構いませんから、資材班の方へお越しください。そして次の日の11時1分ですね。3号機が爆発したと。核爆発じゃないか、とすら言われているんですが、こういうことですね。未だにこういう人たちがいろいろな決定を下しているわけですけれども、こういう人たちの発表を信じていていいんでしょうか。それから、福島ダイアリーで今年の3月に、書いた記事なんですけれども、このオフサイトセンターでですね、溶素剤が見つかってるんですね。今年の3月に、報道陣にオープンにしたんですけども、このオフサイトセンターを。この時にですね、オレンジ色のパッケージに入った、硫化カリウムだったかな、の写真が写っているんですね。硫化カリウム剤ですね。福島の人たちは、ほとんど、溶素剤をもらえなかったのに、この人たちには、行き渡っていたんですね。